オッケー、じゃあ連れてってやる、この世の果てまで。T シャツのデザインも当然なんですけど、はい、でもあの映画にも出演してますよね。そうですね。下北。下北の、はい、あの下北沢クラブ Q というライブハウスの、まあ、出入りしてる、まあ、店長中心に出入りしてる仲間が集まって、カラーズオブライフというタイトルでドアクセルマスコさんが主演 で、僕はあのちょっとそのマスコさんとトラブルが起きるあのヤクザの役なんですけど、それでちょっとこの夏は。初挑戦してみました、うん、バンドマンもだってバンド自分の音楽やるときってもう本当になりきってもう張り切ってガーッてやりますよね。で多分演技も僕やったことないけど多分それに共通してるところあるんじゃない。やるときはやるしかないっていう。そうですね、なんせ初挑戦なので。そうですね、音楽とは比べるのは難しいですね。いつ上演なんですか。
ですね、10月の12日にまずそのクラブ Q で試写会みたいなのが、3公演ぐらいあって、そこで、まあ、もうチケットもかけちゃったんですけど、うん、ちょっとしたトークショーみたいなのもあったりとかして、うん、まあ、やるのが最初で、その後13から下北しわっつというのがお祭りで、下北沢の映画館で、しばらく上映があります。で、多分その後もうちょっとゆっくり単館系で名古屋とか大阪とか札幌もやろうかみたいな話になっていて、で半年ぐらいだったらできれば DVD 化したいねという、感じです。ミュージシャンがいっぱい出てきて結構面白いです。楽しみにしております。佐藤さんも、あの、はい、どう言ってもらう、超売れっ子ドラマーだよね。そう、はい、ですよね。あ、忙しい、忙しいですよね。あのヨーキングでも、あの実は一体番組も、あの出て、そういうところあったんですけど、最初ヨーキングとお客さんがシーンって言ってたら、あーそりゃ演技悪いじゃねえかよお前は。あ、最後にですね、はい、皆さん自分似顔絵を、え、そう、書いてください。はい、よろしいですか。で、しかも、しかも20秒以内。はい、よ、はい、じゃあ5秒後に始めますか。はい、はい、4 3 2 1 0、どうぞ。5 4 3 2 1。ピッピー、はい、こっちから。 OK、 じゃあ山中さんから見ましょう。はい、ああ、似てる似てる似てる。評価どうですか。いつも書いてるから、ね、いつもサインとか、そう、いつも書いてるんで、書き慣れてるんです。似てるかどうか分かんない、似てるかどうか分かんない、照れた感じ、鼻穴ぷくってしてたんだけど、さらにいつもあのなんかイラストを描くんだ、時間がある時はこれ描いてる、大事だね。クオッ、 OK、 はい、佐藤さん、これ似てるね。似てるね。似てるよ。わお。書くの？書かないですよ。書かれるよね、よく。本当か。サインに書いた方がいいね。これが。サイン。サイン。これが C でさ、鼻が C で。身長も C。あ、じゃあこれで。20秒で書けるわけじゃない。でも髪型とか絵の絵心がないんだな、まず。なんだっけ。僕はもう普通に古い顔だし、普段はメガネ。スネ夫君みたいな。ピアスは。もう一個あって。判定。さし。珍しい。これはかなり貴重。珍しい似顔絵描いてるので。これ欲しい。なんでよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ピロスでした。